動画の視聴ありがとうございます。え、ここでは、あなたに足りないものは何年明け以降に意識すべきものを教えます。といったガイダンスを始めてまいります。え、主にここでは、こちらの方、12月の末に行われた実力診断模試。こちらの成績に応じて、年明け以降、どういった勉強を意識すべきか、ということを説明していこうと思います。担当は、レクセン2講師、根本昌治でございます。よろしくお願いします。で、まず、こちらに載っているのは、 五前科目の難易度表と思ってください。もともとこの当連、あ、この模試の模試は、かつて、レックの当連、模試で、正答率が高かったもの。これを中心に出題しています。で、その正答率が高いものでも、三つに分類しています。空欄、現時点で正解まで行ってほしい正答率のもの。 正答率がもともと80%、90%。直前当連をしてあれば80%、90%になってなるようなもの。これが空欄です。一方、三角。直前当連をしてあれば正答率が40%、50%台になるものです。直前期で正答率40、50なので、まあ、現時点でこれはなかなか解きづらいかなと,といったものになります。 じゃあちょっとそれで噛むことを見ていきましょうか。まずは憲法です。で、この憲法は3問中3問いけてほしいというところです。特に第3問の地方自治。これができたかどうかはご自身の学習の村があるかどうかがよくわかるところだと思います。次、4問から こちら23問。民法です。で、この民法の部分については、この20問目までの失点は少なめにしたい。財産法のところの失点は少なめにしたい。あ、19だ、19まで。ちょっと親族相続が少し骨があったと。なんで、ここまでの失点を控えめにする。で、まあ14問以外はいけてほしいなというところです。 次に、刑法で、刑法に関しては、これ、24問。これ確かにね、正当率としては、まあ80、80%、はいきませんでしたが、実際結構高いんですよ。間接正犯というテーマだけ見てね、あ、もうこれダメだって思って逃げずにね、どこまで食らいつきができたか。テーマを見て諦めず、どこまで食らいついてきたかと。それが問われた問題でした。 27問以降ですが、会社法そこまで難しくしていません、まあ。特に33、34、35。ここ、テーマ勉強してますか持ち分、企業再編、商行為。はい。で、それ以外は、もうやっぱ生徒率全部高いんですね。 じゃあ現時点でどれぐらい取れてればいいんだろうというところでこちらの方は初受験と2回目受験で分けました2回目受験で基準点突破経験がある方この方は今回の答連この模試に関しては29欲しいところです。 で、実際、直前通れ模試であれば、これは31問言ってもおかしくないものです。なんで、現時点で29行けてほしいところ。逆に29行かなかったんであれば、どこで学習の無があったか。え、こちら、本試験が終わってから、どこを勉強してないか。そういった部分をね、この模試を踏まえて見直してみてください。次に、気運転突破経験がない方。 25はいけてほしいなと。というか、25はあったら理想かなという感じです。25は理想的なところです。25を超えていればもう御の字だと思ってください。はい。一方、初受験の方。初受験の方は全科目は無理です。まだ、あの、マイナー科目も終わっていないというところだと思います。 なんで全科目のね、点数というのは全く気にしないでください。一方、主要科目だけでカウントしても、14いけてれば、もうバンバンです。民法はある程度戦いになると思います。ですが、会社法が全く戦いにならないと思います。多分、この会社法の部分、27から31問。 で、よくて1問から2問いけるかなってぐらい。で、33、34、35に関してはね、もう多分お手上げじゃないかなと。と思うところです。なんで、それを踏まえるね、まあ、主要科目だけで14いけてればもう万歳と思ってください。これに載っているのは、あくまでもね、この点数までいってればもう全然問題ないですよと。っていうレベルです。この点数に行かなきゃまずい。というラインではありません。 コンテンツ言ってますいいですよって。もう十分ですよ。という感じです。ちなみに、この下の方にね、えっと、使用科目だけ。2年目以降の方はね、使用科目までしか勉強終わってないよと。という方のね、点数も入れておきました。はい。で、ぜひ模試が終わったので、ぜひ自分のね、自己分析をしてください。 どこでどういうミスをしたのか。科目ごとに何問だったかを書きましょう。また、ここの内訳も絶対入れてほしいんです。民法は必須論点のうち、10がいけた。丸が1、三角が0とか。 会社法の方、2、1、0とかね。こういったように、どれがどれぐらい取れてるかっていうことを書けば、年明け以降の学習の方向は決まります。例えば、民法であれば、本当に基本の基本はある程度いけてる。だから、伸ばす方向の学習にシフトしないといけないと。いうのがわかります。 一方、会社法に至っては、もう、まず基本問題の方そって、ね、反復がいるなっていうのが分かるんです。点数だけでなく、どのレベルのものを間違えたか、その見直しをしていってください。また、角度変えた分析もしてください。間違った問題。 間違った問題に問題番号を書いていく。で、その書くときにね。あ、これ間違っ、正しいと謝ってる。逆にしちゃったよとか、うわ、答え見て、これ知ってるよ。なんでこれできなかったんだよと。すいません。こんなの聞いたことありません。と問題番号をね、書いてってほしいんです。ケアレスミスだった。そして、えっ、ー、と、こちら。覚えきれてない。知らない。 それで、ね、ミスをね、分類をしていってほしいんです。例えば、ミスが全部で12問あったとします。たときに、こういった分類だった場合、この方って、まずは既存テキストの、こちら、既存学習内容の反復が足りないっていう状態です。 分かっているけど覚えてないものが多いってことは、今やってる内容の反復が足りないってことになります。一方、これはね、失点の方が、こういった分布の場合、こういった分布の場合については、 こちら、学習範囲をある程度ね、集中して反復した結果、いい結果が起きてる。でもね、集中しすぎたせいで、知らない知識が多すぎると。覚えてないものはね、ないんだけど、集中しすぎたせいで、ちょっとね、知らないものは、ね、いろんなとこと、ね、知らないのいっぱいあるという状態だから、学習は広げなきゃいけないということがわかります。なんで、今の反復がいるのか、広げるのか、 それもこの分析でやってみてください続いて午後になりますはいで午後の方ですがえっとまず、えっと、冒頭1から7問民粛系です民粛系ですが第1問いきなり争奪ときましたでこの争奪 学習の荒さが分かります。まんべんなくやってるかどうかがよく見える問題です。また、6と7、保全と執行。保全執行、捨ててませんか近年取りやすい問題が多いんですよ。これを捨てるっていうのはもったいないところです。今回は解ける問題です。ぜひこれ解けなかった方、ちょっとね、 執行法、保全法、学習範囲ちゃんと入れててください。次は、8から11、教託書士形です。特にちょっと教託が少し、まあ手応えがあった問題です。まあただ、あのー、その教、その一個一個ね、制度の趣旨から考えていけば、なんとかなったものです。あ、知らないや、もういいや、 っって言って言投げ捨てだったかちゃんと考えて挑めたかぜひそれを見直してみてくださいで次不等号なんですが丸と三角が結構多いですよねってなるともちろんこの141718の失点は許されないだけなく やはりこの20問目まで、三角は無理だとしても、それをどれだけ取れたかで大きく差がつくと思います。ちなみに、21問目以降は、この出来不出来は、学習の網羅性がよくわかるものです。あ、ここもともとやってないや、じゃあできないな、なのか、あ、やっといてよかったと。 学習の網羅性がわかるところですので、ぜひ自分のね、生後、確認してみてください。次に小等法。で小等法ですが、こちら、ちょっとね、難しめの問題。骨がある問題が1、2、3、4、5個あります。そして、いずれもね、卓越の勉強をしないと解けないところです。 企業の力が卓一に直結する。もちろんそれもあるんですが、あの、企業だけやってても取れない分野はいっぱいあります。なんで今回ね、ちょっと商業陶器、点が伸び悩んだ方っていうのは、卓一の勉強をちゃんとやってるか、企業を勉強すればなんとかなると思って、卓一を勉強してないんじゃないかと。そこをぜひ疑ってください。 では、また目標点数の方に行きましょう。えー、2回目以降で基準点突破経験のある方、午後は26行っていれば、まあ知識の漏れ、お年はね、まあ理想的かなと思ってください。26。で、実際これ4月以降であれば28から29出てもおかしくないです。突破経験のない方は22程度。 特にマイナーがきついかなと思います一方初受験の方やはり全科目は無理ですし主要科目だけだとしても11問いってれば万バンバンないです午前より悪くなるのは当たり前です例えば第34問一般社団法人自体もともと勉強してないんじゃないかと思います なんで、まだまだね、主要科目、勉強しきれてないので、午前より点が悪くなっても、特にしょうがありません。特にね、小学生の方が多分きつかった問題で言うと、26、32、34、あとごめんなさい、ちょっと番号を触れますが。えっと、19、22、 33、34。で、この黄色部分は、まあ無印だけど、初学者にとってはかなりきついかなって問題。で、青印については、丸印だし、初学者の方は結構きついかなという問題です。むしろ、初学者以外の方で、今このマークったところ、この出来不出来は、自分の学習のムラがあるかどうかがわかる部分です。 ぜひ今このマークしたと振ったところできたかどうかできたかどうかぜひ見てください、はい、でまた自己分析のやり方についてはまた午前と同じようなものを入れましたのでぜひ自分で見ながらどういったものが足りないかを見ていってくださいで自己分析の2間違っての分析については1個欄を増やしてます あれ、なんでこれ間違えてんのなんでこれ振ってんのとうわ、これ焦ってやってるよ、と。それが何問あるか見てください。これ自体はね、この問数が多いっていうのは、ちょっとね、受け方、特に4月以降のね、もし通れんで、受け方は少し考えていいと思います。均一に行かなきゃいけないのはね、もちろんわかるんです。時間を取りたいのはわかるんですが、でもそもそも、卓一基準って乗らなければ意味がないんですよ。 なんでこういったね、焦って判断したものはどれぐらいあったかというのもぜひカウントしてください。はい。ということでこちらの動画の方は以上となります。ぜひご自身がこの後1月以降、今あるものを回す方向でいいのか、広げるべきなのか、科目ごと、分野ごと、ぜひ今回のね、模試を使って分析をしてみてください。 こちらの動画の方は以上です。最後までご視聴ありがとうございました。